はい、こんばんは、ユンです。ユンチャンネルです。今日もおすすめの漫画を紹介していきたいと思います。の前にですね、一つお知らせがございます。お知らせ多いね、私というのもね、サムネ見ていただいた方はもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、前回で62回目第62話っていうのをしてたんですけど、上げた動画の本数とナンバリングが合ってなくてっていう、まあ実は結構前から気づいてたんですよで、どこかなって探したら、30回の記念で本棚紹介をした回、4回に分けてだったかな、やったと思うんですけど、その後からナンバリングがね1個飛んじゃってて、で動画の本数とナンバリングが合ってないっていう現象が発生してたんですよ。それを私はしばらく放置してた。よろしくないね。ということで、今回が本当の62で合ってるよな62回目になります。すいません、今まで黙ってましたまあなんで言おうかって思ったかというと、まあそういうご指摘をいただいたのっていうのもあって、であと、もしねこのままうまいことね、私が頑張って皆様の支えもあって100回連続とかできた時に、実は99回目でしたってなったらね、なんか嫌ですよね。というので今回ちょっと白状しましたはい、お知らせでした。なのでね、今日サムネでね、あれまた62って思うかもしれないんですけど、新ってつけてるんではい、ごめんなさい。で、ごめんなさいついでで、ね、じゃん、何かというと、これ今日の戦果です。瞬き、前回の動画で新刊が16日に出るから、それまではベルセルクもあるからね、漫画買わないって言った次の日これですよ我慢できない、できなくなっちゃうで、はい漫画紹介に行きます。で、この瞬きなんですけど、作者さんがね、バッタンっていうね、このタイトルが見えないか、姉の友人っていう短編を、まあ以前から持ってて、でこれが結構面白かったんですよ。で、今日ね、古本屋さん行ったらこれがあったので、バッタンさんので、しかも短編集で、あ、これは読みやすいと思って、これは買うしかないと思って買った次第でございます。はい、ちゃんとね、自制しないとダメだよねで、なんか出たし、はいで、今日の戦果は以上です。まあ本当はね、ないはずなんだけど。で、今日のおすすめ漫画はこちらになります。クジマ歌えば家ほろろです。これはね、まだ割と新しい作品です。で、どんなお話かっていうと、ここのね、男の子がいるんですけど、この子が幸田新太くんと言います。で、お家がね、お兄さんが浪人かなんかしてて、ずっと勉強してて、で、ピリピリしてるし、で、両親もね、休日になっても二人の会話がなかったりとか、何かとね、ちょっとお家、がね、あんまりいい雰囲気じゃなくて、あんまりお家がね、憩いの場になってない。別にいじめとか虐待に遭ってるわけじゃないんだけど、なんとなく居づらいっていう、そんな新太くんが下校中にね、これがね、見えるかな、これがクジマなんですよ。こいつに出会うんですよ。で、何者かはよくわかんないです。多分渡り鳥で、
あの喋ります。道端でね、小銭拾ってね、おにぎり買おうとしてたところを新田くんが発見して、で、このクジマはね、ロシアから来たらしくて、で、なんか日本食食べたいよっていうので、あの、小銭落ちてるの拾ってたんですけど、それならうちにおいでよって言って、新田くんがお家に招いて、それからなんだかんだと、そのね、甲田家に居つくようになって、うん、そのまま普通に生活を続ける、そんなお話。で、もう、ね、このクジマっていう存在からして、もうお察しの通り、あの、ギャグ漫画です、これ。で、ギャグ漫画、数ある中で、まあ持ってきたのには理由があって、まあまだ出たばっかでね、気になってるっていう方もいらっしゃるかもしれないっていうのと、あとさっきね、このクジマがね、ロシアから来たって言ったと思うんですけど、急にロシア語で切れるんですよ、このクジマ。そのシーンがね、とにかく面白いです。うん。で、これ試し読みがね、一巻の、どれぐらいだろう、話で言ったら2話の途中までぐらいかな、までしか読めないんですけど、その、このクジマがね、いきなりロシア語で切れるっていうシーンは、試し読みでも見れますので、ぜひね、気になった気になった方はね、試し読みしてみてください。で、その時のね、新田くんのリアクションとかも、うん、すげえわかるっていう感じ。知らない言語にいきなり切れられたら人はこうなるんだっていう。そんな感じ。で、さっきね、この、まあ、で、ギャグ漫画って言ったんですけど、まあ、ただただギャグやってるだけじゃなくてね、最初にね、この新田くんが、まあ、お家がちょっとギクシャクしてて、居心地が悪いって言ったんですけど、このクジマがね、来たことによって、なんとなくね、家の雰囲気が良くなります。夫婦の会話も増えるし、まあ、受験勉強でピリピリしてた兄もね、まあ、ちょっと息抜きじゃないけど、なんとなくね、ちょっと柔らかくなっていく。そんなね、まあ、家族の再生っていうほど大げさな話じゃないんですけど、まあ、だんだんね、まあ、いい感じに雰囲気が変わっていくっていうのを見れる、そんな素敵な作品にもなってると思うので、今日ね、持ってきました。で、そう、試し読みも言ったね。だからもう今日はまとめいっちゃおう。はい、どん。知らない言語でキレられる恐怖。これさっき言いましたね。クジマが、もともとはロシアに住んでて、で、渡り鳥なのかな、まあ、よくわかんないんだけど。で、ロシア語でね、急にキレるっていう。試し読みでも見れますので、ぜひご覧ください。で、次。鳥は春日井ホームコメディって書きました。一応クジマを鳥として扱ってます、私。で、春日井って何ぞやってね、ここに絵描きました。へったくそだね。まあ、こういう、釘が両サイドについててガツンって両方打って、まあ、つなげる。まあ、子は春日井っていう言葉ありますよね。まあ、子供ができたことによって、まあ、夫婦の仲が良くなる、夫婦の距離が近くなるっていう場合に、子はかすがいっていう言葉を使うと思うんですけど、この場合は、このね、クジマが来たことによって、で、夫婦の会話も増えるし、で、家族の会話も増えるしっていうので、だんだん家族がね、近づいていく。というところで、鳥はかすがいっていうのを書きました。我ながらうまいキャッチコピーそうでもないか、うん、はい、はい、といったところでね、今日はちょっと手短になっちゃうんですけど、まあじゃないね、すぐまあっていうね、私これはちょっと直さんといいか、うん、今日のおすすめ漫画紹介を終わります。で、冒頭にね、ちょっと謝罪した通り、ナンバリングがね、前回と今回でちょっと重複するんで、で、少しだけね、変えてあるんで、その変化をぜひ楽しむほどのものではねえ。はい。で、試し読みもできますしね。で、その試し読みで、
ぜひね、その知らない言語にいきなりキレられるシーンの感想とかね、あのコメントで送っていただけたら、あのとても中の人が喜ぶので、そちらもよろしければお願いいたします。そしてあわよくばチャンネル登録よろしくお願いします。あーで、そうだよ、忘れてた。これもポチッと押していただけたら、ネタ考えてなかったな、これ押してくれると喜びます。はい、というわけでね、相変わらずあの最後が閉まらないね、もうちょっとなんかあの最後の段取り考えようか、考えようか、段取り、なんかそういうの嫌だよね、定型文コピペみたいのは。私の勝手なこだわりなんだけどねはい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。